かい。かいた。皆さんこんにちは、ハラミントフェスです。今日も社長の村井さんにドッキリ仕掛けていきましょう。ありがとうございます。えいってやめてもらっていいですか。ということで本日もアップバンクに来ておりますけれども、村井さんはね、今日は普通にオフィスでお仕事でございます。でそのお仕事の隙にドッキリを仕掛けていきたいと思うんですけれども、フェスさん、秋といえばで思い浮かぶものは何ですか。運動会。あ、運動会あるね。で運動会最近6月にやる学校多いから。あ、さつまいも。もうね、芋好きなのな。サンマ。サンマ。まあ、スタケとかいろいろあるんですけど、うん、いや、違います。秋といえば、スズメバチですよね。スズメバチ。なんでここにあるの？会社だよね。まあ、この巣は、まあ、観賞用なんで、もちろん蜂もいませんし、もう安全なものなので。あ、そっから優しい。はい、そっから優しい。でも、スズメバチの巣っていうのは本当に危険なものなので、視聴者の皆さんは、決してこういうドッキリは真似しないように。本当にダメです。本当にダメです。野生の巣はダメです。そう、野生の巣はダメです。我々特殊な訓練を受けてますから、ね。これ観賞用だ。これ観賞用だ。そう。村井さんはこう、東京に出てきて長いんですよ。東京に住んでるとスズメバチってまあ見ないでしょ。見ないね。見ないですよね。だから、スズメバチへの警戒心が薄れてると思うんですよ。はい、警戒心をもう一回持たせてあげようっていう。忘れないようにね。そう、忘れない。スズメバチ危ないぞっていう。本当に危ないから。本日のドッキリは、会社で社長のキャビネットにスズメバチの巣を仕掛けちゃうドッキリです。キャビネットに入れんだ。そうです。会社ですから、マックさんにデスクがあります。もちろんそのデスクにはキャビネットってこうなんか荷物を、私物をしまっとく、ね、書類とかしまっとくことがあります。そこの、まあ、荷物を全部出しまして、一番下の段ってのはちょっと大きいじゃないですか。大きいね、スペース、はい、そのスペースにこのスズメバチの巣を仕掛けまして、でまあ村井さんなんかちょっと新宿にも最近スズメバチ出てるらしいっすよみたいな、ブーンみたいなこと流して、俺なんかスズメバチいるんじゃないですかみたいな、いや、いるわけないだろみたいな、村井さんそこ聞こえますよ、ブーンみたいな。あ、なるほどね。巣作ってるじゃん、もう。そうそうそう。巣作ってるじゃん、ドッキリ。うん、そう。っていうドッキリを、はい、本日は仕上げていきたいと思います。仕事仕事、今日も私は新宿で仕事をする。あ、ちょっとお手洗いに行きたいな。お手洗い行ってきます。スタスタスタ、ライさんがトイレ行ったってことは巣を置くチャンスかな。巣を入れて OK。 仕事仕事、スズメバチの音声ボタンピッ。私は仕事してる。なんだ、フェスなんか音するな。え、そうっすか。うん、なんかブーンととかしてるぞ。なんか、その引き出しから聞こえてきません？私のキャビネット？はい。この私のキャビネットから音がするっていうのか？はい。じゃあちょっと開けて確認してみよう。キャビネット開けないと思いまーす。うん。スズメバチの巣ですよ。スズメバチの巣だと。危ないですから警戒して持ってください。フェス、貴様これを仕掛けたというのか。はい、これはさすがの私。うるしいね。ありがとうございます。なるこうなるよ。なるよきっと喜ぶ。なればいいんだけど。なるということで、ちょっとじゃあこういうドッキリを仕掛けていきましょう。さあ行くぞ。村井さんって今忙しいですか。ちょっと10分相談したり、一瞬カフェ行きませんか。こんなにいい展開ある。お願いしたかのような。席立つタイミング待ってたのに。完璧だろ。
したのだ、はい、にスズメバチの巣を仕掛けたいと思います。入るかな、入るかな、入るかな、やってみよう、ちょっとやってみよう。気をつけてもらうから。はい、入った。あ、いいね。いいね。こうしてみましょう。あ、いいね、いいね。これはすごい。これはすごい。綺麗に入った。まるでそれ用に作られたかのようなキャビネットでございます。これはびっくりする。最高。いつ帰ってくるか分かんないんで、ターゲットが帰ってくるか待ちましょう。はい。なんだ今でも、スズメバチ結構時期するなことあるか時期って時期秋え結構飛んでるっちゃ飛んでるんで今危ないんですよ。なんかこの辺から音今しますよ。この辺からはしてない、この辺からしてない、あっちからしてない、この辺からあっちからしてない、ちょっといや、ちょっと危ないから絶対こっからはしてない、絶対こっからはしてない、もし危ないから絶対こっからはしてない、確認してください。一段ずつ、一段やだなんで、確認しない、オーケー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 、 オーケー、いいだろ、いいだろ、会社に持ってきていいもんじゃねえだろこれ。なんもないよね。無人だよね。ちょっと扉だったびっくりした。でかっ。絞り出したな。
鑑賞用なの。鑑賞用鑑賞用でこんなもん売ってんの。売ってるんです。え、まあ、当然売ってるんじゃないですか。危険だから。いや超危険じゃん。東京なんて飛んでないでしょ。まあまあ飛んでないよね。飛んでないでしょ、うん、だからスズメバチの危機意識薄らいでたじゃないですか。あ、間違いない間違いないでしょ。私は薄らいでた。もういないと思って生活してるじゃないですか、うん、でこの時期危ないから、うん、確かにそう。啓蒙、そう、啓蒙の動画。啓蒙の動画、皆さんは決して真似しちゃいけない。アナフィラキシーショック、そう、危ないから。危ないね、というもう危機意識を皆さん高めてあげようっていう時。あ、高めた大成功ということは間違いないです。皆さんこの時期ちょっとスズメバチ気をつけてください。気をつけよう、気をつけよう。はい、スズメバチ気をつけよう。ということで、このドッキリが面白かったという方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。